マクラさん決勝終わってすぐですけど、一つはまあグランプリ3年ぶりに戻ってってこと。そうですね。まあ、平原さんと同じですね。ちょっと力戻さないと。うん、一度で平原さんに前に行ったことが今までなかったんですね。ただそのグランプリの舞台に戻るまでの戦いというのはどうでしたか。ちょっと苦しい時期も。まあ、成長はしたと思うんで、うん、周りがもっと強くなってるので、まだまだです。まあ、そこさらに上げていって、まあ、平塚というのが、まあ、浅井さんと山子さんと知って、コーチさんの優勝というのが、まあ、思い出にも残っている舞台です。25回リスについて共同インタビューを取り行います。報道関係者の皆様、ご集合の方よろしくお願いいたします。そうですね、一気には伸びないですよね。まだまあ、それはほんと一月でどういうそうですね、一月で、うん、スポーターを、うん、なんか抵抗するすべを、うん、私は平塚で楽しみにしてます。そうですね、ちょっとなんとかやれるだけはやって、はい、頑張って一瞬送りたい。